こちらは兄弟4人がまだ幼い頃のお話です。ガーナが両親に甘えるところからスタート。お母さん、絵本読んで。そういえば新しい本を手に入れたのよ。せっかくだからそろそろ絵本からこういうのにシフトチェンジしていかないかしら。なんだ、もうそれをするのか。わかんないけど見たい、早く読んで。じゃあみんなを呼んできなさい。せっかくだから全員揃ってからだ。わかった。お兄ちゃん、お姉ちゃん、早く来て。ガーナに呼ばれた兄弟も揃ってリビングに集結。一体なんだい。今日は絵本ではないんだけど、ちょっとしたサイコパス診断のクイズ本を用意したの。クイズ余裕ね。全問正解。一般人が全問正解すると恐れられるが、殺し屋一家にとっては頼もしいな。ねえねえ、サイコパスって何？冷酷、無慈悲、尊大、良心の欠如、罪悪感の薄さなどの性格をしている人ね。感情の一部が欠如していると言ったらいいかしら。正解したらサイコパスってこと？そうよ。じゃあ早速やってみましょう。サイコパス診断クイズ1、連続殺人犯。あなたがテレビを見ていると、ちょうど近所で連続殺人が起きているというニュースが報道されました。場所を見ると殺害現場は数メートル先。犯人は未だに捕まっていないそうです。今日は出歩かないようにしよう。そう決めた瞬間インターホンが鳴りました。あなたはどうしますか？開けるかどうかってこと。あなたたちはまだ幼いから、今回は選択肢をあげましょう。 A 開けない、 B イルスを使う、 C 開ける。さあどれ。4人がまだ幼いことと初めてのサイコパス診断クイズということで、今回は選択肢を与えることにしました。 A を選んだのはガーナ、 B を選んだのはビター、 C を選んだのはカカオとショコラ。絶対 A だって、連続殺人犯がいるかもしれないじゃん。ビターはどうして？対応面倒。それはまた別の問題だな。うん、ビターらしくていいだろう。二人は僕たちが殺し屋だってことを忘れていないかい？まったく、その通りだわ。この問題にはインターホンを押した相手が明記されていないけど、仮に連続殺人犯だとしても返り討ちね。仮に間違えて殺しても連続殺人犯のせいにすればいい。カカオとショコラ、お見事よ。サイコパスが選ぶ回答は C。 理由もあなたたちが言ってくれた通りよ。じゃあ次だな。サイコパス診断クイズ2、森の中。あなたは今人気のない森の中にいます。そこにあるものが目の前をよぎりました。それは何？A 人、 B 幽霊、 C 落ち葉、 D 犬。これには頭を悩ませる4人。サイコパスはどう考えるかではなく、お前たちの素直な答えでいいんだよ。じゃあシンプルに A の人かな。森の中にいるとは思わないだろう。私は B。 そこがいわくつきの場所かもしれないにゃ。私は D の犬ね。よし、では答えを発表するぞ。サイコパスの答えは A と D だ。え？なんでなんで？これは少し難しかったな。まず人気のない森にいるというところで仮説を広げなきゃいけなかったんだ。人気のない場所イコール死体を埋めている時と想定してほしかったな。つまりだな、サイコパスは死体を埋めている時に遭遇したくない選択肢を選びがちなんだ。犬は勝手に掘り起こす可能性があるだろうし、人気のない場所を選んでいるのに人と会うなんて論外だろう。なるほどね。サイコパス診断クイズ3、安い刃物と高い刃物。これは結構有名な話ね。あなたはこれから刃物で人を殺します。殺人用に必要な刃物を買いに行ったところ、売っていたのは300円か3000円。
あなたは迷うことなく300円の刃物を購入しました。その理由は A、 お金がなかったから、 B、 安かったから、 C、 300円の刃物で十分、 D、 安い方が痛めつけられる。これは結構わかりやすいにゃ。先に言っちゃうと A と B は一般人の回答だろうね。ところが4人が出した答えは、ビターとガーナが C、カカオとショコラが D でした。ビターは300円で十分、もったいない。なるほどね。私も殺しに行く相手のことは問題になかったけど、3000円もかける価値がないってことかもと思ったのに。まだ不正解とは言ってないわよ。それで、二人はどういう理由で D を選んだのかしら？言葉通りだよ、母さん。高い刃物だと、綺麗に切れてしまうだろ？切れ味がいいのは、サイコパスにとっていいことじゃにゃいの？いいえ、確かに切れ味がいいことは、刃物を使う人にとっては利点になる。けど、殺人を目的とし、さらにサイコパスとなると、切れ味の悪い方を選ぶのよ。切れ味が悪い方が、相手が痛がるでしょう。そうね、ショコラの言う通りよ。今回サイコパスが答えたのは D。 一瞬で始末すると痛みも感じないことが多いのよ。あとこれから拷問をすることもあると思うから覚えておいて損はないわ。どんどん行くぞ。サイコパス診断クイズ4。彼女の特等席。とある女性が友人から、あなたの彼浮気しているかもよ、昨日撮ったんだけど、と写真付きでメッセージを送ってきた。写真を見ると車でドライブでもしていたのだろう。見知らぬ女性が助手席に座っていた。彼女である女性はすぐに彼の家に向かい、止めてあった彼の自動車に穏やかな表情で火をつけた。 A、 彼氏に金銭的ダメージを与えられるから。 B、 浮気を知ってるぞと知らせることができたから。 C、 自分の場所を守れたから。普通に考えたら浮気したことへの復讐よね。穏やかなってところが引っかかるにゃ。さらに悩んだ結果、 A を選んだのがガーナとビター、 C を選んだのがカカオとショコラでした。もしかしたら彼氏が貧乏で車の買い直し費用がなくて彼女にすり寄ってくるんじゃない？どう？浮気をしてもいいから最後は自分の元へ帰ってきてくれればいいっていうタイプの女性ってこと？そう！僕は自分の場所だって浮気相手にアピールするために燃やしたんじゃないかって思うね。サイコパスの答えは C の自分の場所を守れたから。サイコパスは意外と物や地位に執着することがあるんだ。彼女にとっては私の助手席を取られたことが気に食わなかったんだろう。それを燃やすことで一生私のものにしたという執着心まで読み取れたらよかったね。サイコパス診断クイズ5。知らない人の遺体。あなたが家に帰ると全く知らない人の遺体がありました。その死体をどうしますか？ A、 警察を呼ぶ。 B、 死体を処理する。C、 そのまま生活する。まあ警察は呼べないね。こっちが捕まっちゃう。じゃあこれしかないわね。あ、こちらのクイズでは B を選んだのがガーナ、 C を選んだのがカカオとショコラでした。バラバラに分解して証拠を隠滅するんだわ、真犯人の代わりに。それも考えたんだけど、やっぱりサイコパスは気にしないのかな。変なところで無関心っていうパターンもありそうよね。一方ビターは、ビター、トンチクイズじゃないのよ。答えは選択肢の中にあるわ。ガッツは認めてあげようじゃないか。じゃあ正解を発表するわ。サイコパスの答えは C のそのまま生活するよ。サイコパスは死体があろうと気にしない。特に自分が関わっていない死体に関しては無関心を貫くと思うわ。サイコパス診断クイズ6。熱心な刑事。ある町で通行人の顔や腕など
無差別に切りつけられるという通り魔事件が起きました。警察の捜査もあり、この事件は数週間後に解決したのですが、この事件の犯人は捜査を担当していた刑事だったのです。ところがこの刑事は被害者に直接会って事件の詳細を聞いたり、防犯カメラの映像を確認したり、事件のあった現場で聞き込みを行うなど熱心に捜査をしていたことが判明。この刑事は一体なぜ熱心に捜査を進めたのでしょうか。 A 罪滅ぼしのため、 B 捜査内容をごまかすため、 C 自分のしたことを実感するため、 D 証拠を先に手に入れるため。だんだんとサイコパス思考になってきた4兄弟。今回の回答は全一致の C、 自分がしたことを実感するためでした。おお、全員正解だ。だんだんと分かってきたじゃないか。自分のしたことを実感してどう思うかまで予想できてたか。この本に書いてある回答としては、罪悪感を得るためではなく、自分のしたことを再認識して酔いしれるために熱心な捜査をしたと書いてある。ああ、そっちなのね。サイコパスな人間は罪悪感で押しつぶされそうになる感覚が好きなのかと思っちゃったにゃ。それはマゾヒストだね。でもいいぞ、初めての全問正解だ。この調子でちょっとレベル上げていこうか、母さん。そうね、理由まで考えてもらいましょう。サイコパス診断クイズ7、動物愛護活動。あなたは動物愛護活動のためのサイトを作ることにしました。一匹だけ飼っている猫を使ってあなたはどんな写真を撮りますか。ただし犯罪と疑われるようなことをしてはいけません。 A 可愛い写真をアップ、 B 溺れている猫の写真。次は二択にしてみたわ。これなら正解はわかりやすいと思うけど、その理由まで想像がつくかしら。答えが出るまで一緒に考えてみましょう。サイコパス診断を考えた結果、全員が選んだ回答は B の溺れている猫の写真ですが、その理由がなかなかわかりません。サイコパスの回答は全員正解 B よ。じゃあその理由はわかるかしら。問題文にある犯罪と疑われるようなことをしてはいけませんというのが予想の邪魔をしているのよね。逆転の発想よ。動物愛護活動のサイトに猫が溺れている写真を載せているのに、サイトを見た人が好感を持つ掲載方法は？溺れていた猫を助けましたって記事にするとか？いい線いってるわがな。でももう一息。そうそう、それを逆転の発想にしてみて。逆転、溺れていることが最後。最後、なるほどね。母さん、わかったよ。猫は溺れて死んでしまうんだね。徐々に弱っていく様子を写真に撮る。そしてその写真の順序を逆にすることで、溺れた猫が徐々に回復して元気になる様子を演出する。それならその保護団体は善人扱いされて好感度も上がるわね。そう、正解よ。それがサイコパスの答え。わあ、惜しかったー。けど残酷な話だったにゃ。だいぶサイコパスの考えが分かってきたようだな。じゃあそろそろ時間も時間だし、次の問題で最後にしよう。サイコパス診断クイズ8、被害者の笑顔。あなたがある日家に帰ると家族全員が殺されていました。家も荒らされ金品も盗まれていました。さらにあなたが家に帰った時、偶然犯人と見られる強盗と出くわしてしまったのですが、笑顔でおもてなしをしました。その理由は？最後は選択肢なしで考えてごらん。そんなの決まってるにゃ。強盗を油断させて同じ日に会わせるのよ。ビターは、
ターゲットが目の前にいて手間が省けたこと、復讐相手にすぐ復讐できる喜びから自然と笑顔になったからというわけだね。なるほどなるほど。ショコラは？実は強盗に仕掛けた罠だったとか、それが成功して嬉しかった。なるほどね。ちょっと難しく考えすぎたかな。最後、カカオは？答えは簡単さ。出会った瞬間、犯人を殺害したからさ。そいつを死後も侮辱するために死体に向かっておもてなしをしたんだ。みんなに共通していることは、ターゲットが強盗だということだね。でも残念、不正解だ。ちなみに一般人の回答にも入っていないよ。まあそういう意味では、ある意味みんなサイコパスかもしれないわね。ちなみに答えは、殺された両親のことが憎かったからよ。一族の絆が強いアルカラムにとってはかなりの難問だったけど、最初にしては上出来ね。そうだな。最後の問題以外、カカオとショコラは全問正解だったしな。ビターとガーナは落ち込まなくていいんだぞ。最後は答えにない回答を出せたんだ。初めてサイコパス診断を受けた割にはすぐに考え方がサイコパス寄りになっていっていい感じだ。問題はまだあるんだろ。もう少し出してよ。そうね、選択肢なしで続けたいわ。私も。あらあら、でも今日はおしまいよ。これから別のお勉強をしなくちゃね。ダメだった子にはお仕置きよ。わー、サイコパス診断クイズやりたいよー。この日、アルカラム一族の子供たちであるカカオ、ガーナ、ビター、ショコラの4人は各々が欲しいと思っているものを買ってもらうため、母シュガーに交渉をしていました。なるほどね。ショコラは未発売の超最新パソコンが、ビターは高値で取引される本ばかりが集まる古書店の研究所を、カカオはカカオの苗を、ガーナは高級英国おままごとセットが欲しいのね。頼むよ母さん。私たちどうしてもそれが欲しいの。ね、お姉ちゃん。ええ、買ってくれるなら仕事でもトレーニングでも何だってやるわよ。ええ、そこまで言うならいいわ。それじゃあこれを使いましょうか。これってハーっていうゲーム2だって？そうよ、以前あなたたちの演技力を鍛えるために使ったハーっていうゲームの新作を買っておいたの。これで1位になった人には何でも欲しいものを買ってあげるわ。それなら私でもお兄ちゃんたちに勝ち目あるもんね。めんどくさいけど従うしかなさそうね。とりあえずガーナ、ルールのおさらいをして。オッケー。前回よりさっくり説明するけど、ハーっていうゲームはお題カード、アクトカード、ボタンの3つを使うにゃ。確かお題カードを選んだ後、そこに書かれた A から H の内容をアクトカードを引いて決めるというものだったよね。その通りだにゃ。例えばお題カードが自己紹介で、アクトカードが F なら、ガーナでーすって感じだね。あら、前回よりずいぶん上手いじゃないのガーナ。こんなこともあろうかと一人で練習してたんだ。もし第2回戦があれば今度こそ優勝できるかなと思って。感心ね。そしてアクトの種類を当てた人は1点、演じた本人は正解した人数かける1点で加点し、最終的に一番ポイントが高い人が優勝よ。あと今回のハーっていうゲーム2には新ルールが追加されたわ。新ルールだって？ええ、それがこのゲームを盛り上げるためのイベントカードよ。ここに書かれた内容で演じないとダメってこと？その通り。このイベントカードは審判である私が適切なタイミングで提示するから、そのつもりでよろしく。何よ、今回は参加しないつもり？だってあなたたちは私に買ってもらいたいんでしょ？だったら審判が適切じゃないの。うまく逃げられた気がするにゃ。さあ始めるわよ。
前回最下位だったからだよ、きっと。ああ、情けないね、まったく。聞こえてんのよ、あんたたち。さあ、くだらないこと言ってないでさっさと始めましょう。はい。こうして、子供たちが欲しいものを手に入れるために、はーっていうゲーム2を始めようとしたその時でした。ちょっと待った。その勝負、僕にも参加させてくれ。そう、シュクレが割り込んできたのです。何ですって、一体どういうことよ。そうだよ、この勝負は欲しいものを手に入れるための戦いなんだよ。だからその欲しいものがあるんだよ。なあ父さんも入れてくれよ。みんな、これで優勝して景品としてシュガーの超高級カバンが手に入れば、なんとか首の皮一枚つながるはず。別に私は子供たちがいいならいいけど、私も構わないわ。なんてったって父さんは俳優一家ながら演技力皆無で売り飛ばされた男でしょ。そうだったね。父さんの演技も見てみたいし、よしとしようか。興味津々。私もいろんなーし。よかったわね、これで参加決定よ。くねね、悔しいような嬉しいような。ところであなた、欲しいものって一体何なの？え、あ、それは優勝した時のお楽しみってことでいいじゃないか。レッツハーっていうゲーム。バスガス爆発。それじゃあ今回も僕から引かせてもらうよ。今回のお題はバスガス爆発。早口言葉だって。今回のお題は早口言葉で言ってもらうわ。あと身振り手振りは原則禁止だからね。わかってるさ、母さん。それじゃあ行くよ。バスガス爆発。お、さすが前回の優勝者なだけあるね。にしても恥ずかしくないの？へへへ、僕は滅多なことでは恥ずかしくないのさ。ふん、次はビーター、あんたの番よ。バスガス爆発。相変わらず兄さんも上手だね。わかりやすくて助かるよ。天才健在。天狗になってお鼻が伸びてるよ、ビーターお兄ちゃん。そのまま伸び続ければいいのよ。次は私の番、行くわよ。バスガスガス爆発。これが一番わかりやすいわね。それじゃあ次はガーナの番よ。よし、行くよ。ガスバス爆発ちゃ。やってしまったにゃん。せっかく練習したのに、悔しいよ。あの子はどの悪党を演じたのかしら。疑問全開。何にせよ次は父さんの番だよ。父さん？ああ、わかってるさ。まずい。子供たちの演技力が思っていたよりもずっと高い。このままじゃ優勝が。って、いけない。弱気になるな、シュクレ。お前は俳優ハレイソン一族の息子。自信を持って演じるんだ。それじゃあ、行くよ。ガス、バース、爆発。どうだい？お、すごい迫力だにゃ。父さんが一番ガチじゃないの。少し見直したわ。ええ、それじゃあ結果発表に移るわよ。まずはカカオね。全員正解ね。この時点でカカオには4点のポイントが加算されたわ。次はビターの番だけど、やっぱりこれも全員正解ね。至極当然。そして私も全員正解。ガスを1回多く言うだけだから楽勝ね。ただ次のガーナが問題だね。果たして結果は。 B の正確さを目指してか。うー、悔しいにゃ。やられたわね。まさか唯一正解さを求められていたガーナが思い切り噛むとは思っていなかったわ。って、なんでカカオは当ててんのよ。えへへ、
ガーナが悔しがっていたところを見て、もしかしてと思ったのさ。それより父さんの答えは、当然 C のかっこよくだ。みんなに当ててもらえて嬉しいよ。うほうほ。次はビター、あなたの番よ。興味津々。うほうほって結構難しそうだね。演技力が試されるいいお題じゃないか。それじゃ早速僕から行くよ。うほう、うほう。え？なんか食べ物を与えたくなったにゃ。ぐぬぬ、我が息子ながら素晴らしい演技力だね。さあ、次はビターの番だよ。うほうおほう。今までにない声量。あと、どれだにゃ。次は私の番。行くわよ。うほうほう。すごいにゃ。まるで生まれてからずっと原始人と暮らしてきたクオリティだよ。さてと、それじゃ最後は僕の番だ。みんなよく見ておくんだよ。なんだって、もはや演技の域を超えてるじゃないか。ほんと、よほど悔しいことでもあったのかしら。僕の演技は全員正解だね。ええ、でも私はガーナとビターに間違われたせいでトップとまた点差が開いてしまったわ。ごめんねお姉ちゃん、どうしても強いのうほうほうに見えちゃって。完全同意なんですって。あんたたちどういう意味よ。その怖さが原因なんじゃないのかい姉さん。ちょっと、さ、次は私の番ね。次のお題はちょっと。そのお題も面白そうじゃないか。それじゃあ早速。待ちなさいカカオ、ここでイベントカードを使わせてもらうわ。内容はハイテンションよ。なんだって、ハイテンションでちょっとっていうの。うげー、難しそうだにゃ。とにかくやってみるしかないわね。カカオ、あんたからよ。オーケー、それじゃあ行くよ。ちょっと、すごい、意外とわかったにゃ。次はビタお兄ちゃんの番だね。どうしたの。興奮無理。え、ひょっとしてハイテンションで言うのは無理ってこと。なんでよ、あんたならハイテンションで演技しながらちょっとっていうことくらいできるじゃない。あ、やっぱプイってした。やりたくないみたい。あんたね。でもそれじゃどうするのよ母さん。仕方ないわね。ビターはこの回失格にしましょう。マジマンジ、自業自得よ。まったく。じゃあ次は私の番ね。行くわよ。ちょっと、ふう、どうかしらと言いたいところだけど、ハイテンションだと結構難しいわね。確かにどの答えか悩んでしまうね。よし、それじゃあ次は私の番だね。いくよ。ちょっと、確かに難しいにゃ。はははみんな苦戦してるみたいだね。僕も気を引き締め直して、ちょっと、どうだった。すごい、とってもわかりやすかったにゃ。お父さん、演技力なくて売り飛ばされたって嘘なんじゃないの。どうだろうね。それじゃあ早速投票結果を見てみようか。まず僕は、よしよし、この全員正解は大きいね。姉さんは不先輩だから次は姉さんの番だ。ええ、でも残念だけど私の演技はまたガーナが間違ったようね。次は私の番だね。なんでみんな間違えてるのよ。無理難題、やっぱりハイテンションで言うと当てるのも難しいわね。それなのになんで。あんたは当ててんのよカカオ。勘だよ勘。
くぬぬ、このままだとまたお兄ちゃんが友情だにゃ。ふんふんふん、それはどうかな。え、なんてったって僕も今回は全員正解だ。まだまだ勝負はここからだぞ、カカオ。思わぬライバル登場だね。負けないよ、父さん。す、こうして続く第4戦目はガーナが引いたすというお題。つそこのお題を見事全員が無事に全問正解し、ついに最終戦を迎えることとなったのです。次で優勝が決まるけど、現時点での1位は今回もカカオ、ついで僅差の2位はシュクレね。ち、私たちは点差が開きすぎたわね、ビター。逆転困難。えへへ、今回は姉さんも兄さんも諦めムードじゃないか。残る最後の敵は父さん、ただ一人だね。得点差はたった2点だ。絶対に逆転してみせるよ、カカオ。とはいえ今のところカカオはノーミスだ。難しいお題でも引かない限り逆転優勝は難しい。奇跡よ、おこれ。ん、これはお兄ちゃん。とんでもなく普通のお題だね。がっかりだよ。よし、それじゃあ早速最後の演技をさせてもらうよ。やれやれ、これで優勝はカカオか。どうやってバックの件を謝ろうかな。ちょっと待ちなさい、カカオ。え、ああ、またイベントカードかい、母さん。ええ、せっかくだから最後にこれを使わせてもらうわ。何よこれ。左の人の目を見てですって。その通り、最後は左隣の人の目を見てお兄ちゃんと呼んでもらうわ。なんだ、たったのそれだけか。お兄ちゃんって早く言ってよ、お兄ちゃん。ああ、わかったよ。お、お兄ちゃん。ふう、どうだいみんな、今の演技は何？よくわからなかったわ。なんだって？選択困難。ひょっとしてお兄ちゃん照れちゃったの？どまい。あらあら、カカオにしては珍しい失敗ね。でもこれでおめでとう、シュクレ、あなたが優勝よ。え、本当かい？うん、アクシデントがあったとはいえ素直に負けを認めるよ、父さん。僕もまだまだ修行が足りないね。確かに演技も普通にうまかったわ。なんていうか迫真だった。かっこよかったよ、お父さん、おめでとう。いいしさそう。ビターもあなたの勇姿を見て感動したよね。あ、本当に頑張ってよかったよ。まったくもう。それで泣くほど欲しいものって何なのよ。その前に一つ質問だけど、本当に何でも買ってくれるんだよね。だからそう言ってるでしょ。家でも車でも船でも欲しいのがあるなら買ってあげるわ。いいな、お父さん。はあ、でもよかったよ。僕が欲しいもの、それはこれなんだ。え、これって私のカバンじゃないの？あはは、実は掃除中の不注意でジュースをこぼしちゃってね。でもその償いとして僕は見事ハーっていうゲーム2に勝利したんだ。だから怒らないでくれるよね。え？あんたね。ま、待ってくれよ、シュガー。欲しいものは何だって買ってくれるんだろう。うん、やっちゃったわね、父さん。どういう意味だい、ショコラ。そのカバンはクレメスの超高級カバンだけど、この世にたった一つしかない超貴重なカバンでもあるの。ゲットするのにかなり苦労しているのを見ていたわ。そんな、それじゃあ替えのきかないものってことかい。
お願いだ。命だけはどうか。カカオ、ガナ、ショコラ、ビター。あんたたちの欲しいものは、全部お父さんが買ってくれるそうよ。え？本当？ああ、そうだ。私も欲しいものがあったんだわ。新しいカバンに車。そうそう。あとは、新しい若くて誠実な旦那も欲しいんだった。準備しておいてね、シュクレ。待ってくれよ、シュガー。悪かった。僕が悪かったよ。ふん。あらら、今回の夫婦喧嘩は少し長引きそうね。へへへ、やれやれだね。マザーから全員呼び出されたけど何の用だろうね。I don't know だにゃー。 Me too。 ビーターは相変わらずイングリッシュも四字熟語でスピークするのね。その日、アルカラム一族の子供たちであるショコラ、ビター、カカオ、ガーナの4人は母親のシュガーから呼び出されていました。みんな待たせたわね。マザーがやっと来たよ。トゥデイはどうして私たちを集めたかしら。突然だけど、あなたたちには今から24時間英語禁止ゲームをやってもらうわ。え？オーマイガー、怖い。あなたたちが最近英語と日本語を混ぜた変な話し方ばかりするからよ。実は最近、子供たちはどんな国でも殺し屋としての任務ができるように英語の猛勉強をしていました。そのため日本語と英語が混じった変な話し方になり、シュガーも心配していたのです。英語を勉強するのは大事だけど、変な話し方になるのは良くないわ。殺し屋は目立ってはいけないからね。この前のカタカナ禁止ゲームの続きか。もしかして今回もイングリッシュをスピークしたら罰ゲームがあるとか。もちろん、前と同じで24時間経つか、もしくは4人全員が一度でも罰を受けた時点でゲームは終了よ。メイクセンス。メイクセンスは意味が分かったって意味ね。私も理解したわ。それじゃあ24時間英語禁止ゲームスタートよ。こうして子供たちは日常生活の中で英語を使ってはいけない状況になりました。この前はカタカナ禁止で何度も負けたからね。今回は絶対に負けないわ。ま、最近英語を勉強していたから使っていただけあって、英語禁止なんて僕たちにとっては簡単だよね。ああ、私も余裕だにゃ。余裕しゃくしゃく。どうかしらね。じゃ、僕はガーナと仕事をしてくるよ。行ってきます。カタカナ禁止よりも英語禁止の方が楽だと思っていたカカオは、何も気にせずにガーナと仕事へ向かうことに。英語禁止なんて余裕すぎるね。ほんとだよね。意識しなくても大丈夫だにゃ。さ、敵の隠れ家に着いたよ。どうやって倒そうか。私に任せて。いっけなんだよこれ。やっぱり直接戦うよりも爆弾で攻撃する方が早いね。でしょでしょ。この爆弾は新作だったんだよ。名付けて超最強ガス爆弾だにゃ。ガーナよくやった。さ、帰ろう。あれ、お母さんから電話だ。僕たちは英語を話してないし、別の要件だろうね。なるほど。もしもしお母さん、今仕事終わったよ。よくやったわ。けど、ガーナは英語を喋ったからアウトよ。え？私英語話したっけ？うん？あなたは超最強ガス爆弾と言ったわ。ガスは立派な英語よ。そんな！それは僕も気づかなかったよ。ガーナは自分で作った武器である超最強ガス爆弾に英語が含まれていることに気づいていなかったのです。わー、罰はやだな。こんなに早く引っかかるとはね。クドン事情。ビタお兄ちゃん、今私のこと愚か者って言ったでしょ。実際愚か者だから仕方ないね。英語を話した罰よ。早くボタンを押しなさい。わかったよ。24時間以内に新型爆弾10個作成？1つ作るだけでも大変なのに。
殺し屋としてのスキルが伸びる罰ゲームなんだからいいでしょ。それは大変そうだね。もう最悪、お兄ちゃんたちも全員英語喋ってこのゲーム終わらせようよ。ガーナがまた英語を話したわ。ゲームという言葉も英語よ。ああ、バカね。油断大敵。ガーナは罰ゲームを表示させるボタンをもう一度押しなさい。そんな、こうして2回連続英語を話してしまったガーナは二重に罰ゲームを受けることに。復帰1万回のうち1000回が終わったにゃ。次は新型爆弾6個目を作らないと。ガーナは大変そうだね。もう10時間以上経ったけど、今回の英語禁止は余裕ね。引っかかるのはガーナだけになりそうだわ。完全同意。ムキー、ムカつく。お兄ちゃんたちにも英語を言わせたい。ならガーナ、その罰ゲームは中断でいいから、とりあえず夕食の準備を手伝って。本当に？やった。夕飯の時間か、楽しみだね。これは焼肉？どうして今日の晩ご飯は焼肉なの？私が食べたかったからよ。怪しいな。キキカイカイ。カカオは焼肉を食べないのかしら？僕はチョコが食べたい。でもチョコも英語だと言われたら終わりだ。今日は僕は晩ご飯はいらないよ。あら、そう。ならみんなで食べましょう。どの部位から焼いてほしいかしら？私は牛タンが食べたい。ガーナ、本当にこの子はバカね。え？牛タンのタンは舌って意味の英語よ。そうなの？ガーナ、後で罰ゲーム追加ね。また私？もうやだよ。なるほど、タンにホルモン。焼肉の部位で英語を言わせようとしてるのか。どうやらカカオは英語を話させようとするシュガーの狙いに気づいたようです。えへへ、母さんのそんな罠に引っかかるのはガーナくらいさ。確かに焼肉の部位の名前が英語ということは気づいたわ。マジ同意。けどちゃんと言葉で言ってくれないとお肉は焼かないわよ。僕はお肉がなくても問題ないよ。みんなも野菜を焼いてもらうといい。あ、オクラもあるじゃないか。確かにお肉じゃなく野菜だけを食べるのもたまにはいいわね。私はお肉が食べたいのに。こうして肉の部位が危ないと思ったカカオたちは野菜をお母さんに焼いてもらうことに。ですがこの時のカカオはすでにお母さんが仕掛けた別の罠に引っかかっていたのです。野菜だけを食べるのもいいけどね。カカオは今英語を話したからアウトよ。なんだって？僕は何も英語を話してないよ。残念ね。オクラって日本語に思えて実は英語から来た言葉なのよ。英語でもオクラはオクラよ。嘘だろ、知らなかったわ。マジ驚愕。焼肉は油断させるために用意しただけ。まさかガーナが引っかかるとは思わなかったけどね。ガーン。くそ。こうしてシュガーの罠によってガーナとカカオが英語を話して罰ゲームを受けることに。お尻の穴から火が出そうだ。私はまだ腹筋も新型爆弾作りも残ってるし、最悪。カカオとガーナが罰ゲームでデスソースを飲んでいる中、あの二人は対抗心を燃やしていました。この前はカタカナ禁止でビターに負けたからね。今回は絶対に負けないわ。敵意爆発。あれ、姉さんたちは戦うのかい？戦わなくてもお互いに英語言わなければいいんじゃないの？いいえ、それじゃあつまらない。絶対にビターに英語を話させる。あれ、仕方なし。こうして以前カタカナ禁止ゲームで負けたショコラがビターに立ち向かうことになりました。ビター、さっきカカオとガーナが罰で飲んでいたものは何？激辛赤汁。デスソースって言いなさいよ。じゃあこれは何？手持ち銀歯。何でもかんでも創作四字熟語に変換してんじゃないわよ。ちょっと姉ちゃん、ビターお兄ちゃんがそんな簡単に引っかかるわけないよ。そうだよ、ただでさえ四字熟語しか話さないんだしね。
いいえ、大丈夫。ピーターは質問には必ず返答してくれるし、いつか引っかかるはずよ。そこからショコラは無謀ながらにもひたすらビターに英語を話させようとしました。これは何？黄色麦酒。ならこれ。聡明電話。すべて漢字に変換されるわ。なら今ガーナが新型爆弾に入れてる材料は？ウイルス。にゃ、兄さん。やった、とうとう引っかかったわ。そしてビターはとうとうショコラの質問に対してウイルスと言ってしまったのです。母さんも聞いてたでしょ、今ウイルスって言ったビターはアウトよ。残念ね。ウイルスは和製英語で、英語での本当の読み方はバイルスよ。え？周知の事実。そしてショコラは今アウトと言った。アウトは英語だからアウトよ。そんな。さ、罰ゲームを与えましょう。どうやらビターはウイルスが英語ではないと分かった上で発言したようでした。どうして今回の罰は激辛赤汁ばかりなのよ。デスソースを飲んで殺し屋として強靭な胃を作ってほしいからね。くそ、最悪だわ。もう英語禁止やめようよ、私また引っかかりそうだもん。僕も例の甘い茶色いお菓子が食べたいし、もうやめてもいいかもね。いいえ、ダメよ。ピーターが一人だけ罰を受けてないのは許せないわ。お姉ちゃんが本気だにゃ。少子千万。ピーター、何をニヤニヤしてるのよ。ピーターは自分なら引っかかることはないと思ってるんでしょ。きっとあなたたちが愚かに見えてるんだわ。兄さんひどいね。私のことバカにしないで。そうよ、あなただって英語を言っちゃう時があるはずよ。雑魚どもおつ、可能性ゼロ。なんですって。こうして一人だけ勝てている状況にビターが珍しく上機嫌になっていた時でした。ビーター、アウトよ。え、どういうことだい母さん。ビターお兄ちゃん、今英語喋ったかにゃ。なんとビターが突然お母さんにアウトだと言われたのです。さっきビターは可能性ゼロと言ったわ。ゼロは英語よ。ほんとだ、気づかなかった。お母さん英語に敏感すぎでしょ。自己嫌悪。人のことをバカにしてるからよ。これで四字熟語人間のビターも罰を受けるわ。ビターがとうとう英語を話してしまい喜んでいたショコラですが、ここでお母さんのシュガーは予想外のことを言い始めたのです。あ、気づかなかった。10分前に24時間経過していたわ。え、つまりどういうことだにゃ。もしかしてビターは24時間経過してからゼロと英語を話した。つまり罰ゲームはなしよ。なんですって。僕だけ最強、チョコラオツ。人の名前を変な感じで表してんじゃないわよ、ビター。逃走勝利。待ちなさい。やっぱり言葉に関するゲームは兄さんが有利みたいだね。ほんとだね。私は何回もアウトになったし、やっと終わってくれてよかった。ガーナ、何を言ってるの。え、無事に終わったと思われた英語禁止ゲームでしたが、どうやらシュガーはガーナに言いたいことがあるようでした。この日、アルカラム一族の子供たちであるカカオ、ショコラ、ガーナ、ビターの4人は母シュガーからリビングに呼び出されていました。今日何をするのか姉さんも聞かされてないのかい。何も聞いてないわ。相変わらず兄さんは朝が弱いね。低血圧、鼻炎。あんた最近創作四字熟語に拍車がかかってるけど、普通に話す練習を。あ、ブイってした。もう揃ってるよね。遅いじゃないか母さん、約束の時刻はとっくに過ぎてるよ。準備に時間がかかったのよ。早速だけど、あんたたちには24時間カタカナ禁止ゲームをやってもらうわ。カタカナ禁止ゲーム？何それ。そのまんまよ。日常生活の中でカタカナを使ったらアウト。当然罰ゲームもあるから油断しないことね。罰ゲーム？それって母さんが考えたのかしら。
ええ、だから少し遅れてしまったの。ちなみに私はカタカナを言っても OK だから、そのつもりで。ちょっと待ってくれよ母さん、そのゲームをやるのはいい、でも24時間ずっとっていうのはフェアじゃないんじゃないかい。なるほどね。じゃあこうしましょう、24時間経つか、もしくは4人全員が一度でも罰を受けた時点でゲームは終了。それならいいでしょ。何がいいかわからないけど拒否権はなさそうね。それじゃあ早速始めましょうか。カタカナ禁止ゲームスタートよ。母さん、日常生活の中でこのゲ遊びをやるんだよね。ええ、そうよ。それじゃあ行こうか。え、行くってどこに？僕らは今日二人で任されてる仕事があるだろう。そろそろ時間だよ。忘れてた。それじゃあ行ってきます。ようやく追い詰めたね、私たちのターゲじゃなくて獲物。もう横文字が禁止ってめんどくさいにゃ。覚悟してもらうよ。ベリーソーリー。なんだって？ミーは確かにバットマンだけど、ユーたちは一体何者ですか？なんだか今日一番戦いたくない相手だね。ああ、さっさと始末しよう。ストップ！ミーは今回の反省をステディして。作戦通り行くよ。やるんだ。なぜ？おーぎゃー！ Oh my god！ って、どんな問題？私の華麗な爆弾技術を見くびるなよ！やれやれ、本当におバカだね、君は。おバカって？あれ、お母さんからだ。罰ゲームよ、ガーナ。え？なんで？あんたは爆弾を投げるとき、ラジャーと言った。あれは間違いなくカタカナ。わかったらさっさと帰ってきなさい。はい。このボタンを押せばいいの？ええ、そうすればこのモニターに罰ゲームの内容が表示されるわ。うん、わかったよ。どりゃー。こうして勇気を振り絞りボタンを押したガーナ。しかしモニターに表示された罰ゲームは無慈悲なものだったのです。そんなアルカルム一族の掟、全書毒破って、まさか。おめでとうガーナ、罰ゲームの中ではまだマシな方よ。こんなの読み切れるわけないじゃん。やれやれ、思ってたよりずっと過酷な罰だね。かわいそう妹。なるほど。なるほどじゃないよ、漢字を飛ばして読んでたらいつまで経っても意味がわからないだろ。だって一個ずつ読み方を調べてたら死ぬまでずっと読み終わらないじゃん。私も同感だわ。なんせこの遊びは不平等、一人だけ有利な人間がいるんだもの。え、そんなずるい人なんているっけ？まか不思議。それは字余りだよ兄さん。って、そうか。ええ、この遊びで圧倒的に有利な人物、それは四字熟語しか話さないビーター、あなただわ。姉さん、それは何をかかお。あ、しまった。冷静さを欠いたわね、ショコラ。ビターもカカオも完全にカタカナ。よって罰ゲームを受けてもらうわ。クソ、私がこんな間違いを犯すなんてね。こうしてショコラがボタンを押した結果、モニターには黒猫さん一周と表記されたのでした。そんな黒猫さんって黒猫王国で一番でかい山じゃない？ええ、でも大丈夫、さすがにあんたのような子供を一人で登らせるのは危険だわ。はあ、さすがに悪い冗談のようね。だからこのリュックに必要な登山グッズを全て入れておいた。母の深い愛に感謝しなさい。独身術であんたが何を考えてるか分かってるのよショコラ。そりゃどうも。言っとくけど、これはあんたのせいだからね。僕無責任。それにしてもいいペースよあんたたち。この調子でどんどん罰ゲームを受けてちょうだい。ダッシュで登って降りてきてやったわ。それにしても早すぎない？本気を出せばこんなものよ。それよりあれから脱落者はまだ出てないの？出てないよ。
よ。だってお兄ちゃんたち四字熟語で話し始めちゃったんだもん。なんですって。僕たち最強、余裕しゃくしゃく。四字熟語最強。あんたたち何やってんのよ。何って、四字熟語だけでの会話は罰を受けないための最善の策じゃないか。ふん、ずいぶん男らしくない戦法ね。それでいいさ、僕は登山なんて行きたくないからね。ち、もういい、勝手にしなさい。こうして再び四字熟語だけで会話を始めたカカオとビター。今日仕事、完全休日。裏山しいたけ。しかし作戦は良くとも、カカオ自身に大きな問題があったのです。腹が減ったね。そろそろチョコレートの時間だ。母さん。何、どうしたのカカオ。激甘茶番。はい、何を茶番って、ふざけてるの。激甘茶番くれよ。ほら、そろそろおやつの時間だろ。はは、あいつ大好物のあれを催促してるようね。そういえばあれって横文字だもんね。それにしてもお母さんのあの様子、絶対わかってるよね。だから激甘茶番って何かしら、はっきり言ってくれないとわからないわよ。くっ、だからちょほら言いなさいカカオ、一体何が欲しいの。耐えなさい、今我慢すれば明日には食べられるのよ。いやだ、僕は今食べたいんだ。母さん、僕にチョコをくれよ。チョコチョコチョコ。ああ、言っちゃったにゃ。あのバカ、本当に耐え性がないわね。僕とチョコは相思相愛、これで罰を受けるなら本望さ。さあ母さん、約束通りチョコをくれよ。ねえ、でもその前に罰ゲームを選んでからよ。ち、何でもいいさ。ほら、こうしてチョコレートをもらうためだけに罰ゲームを受けることになったカカオ。しかしそんな彼に与えられた罰は、チョコ一日禁止という酷なものだったのです。そんな、燃え尽きたよ完全に。お兄ちゃんかわいそう。もうこんな遊びさっさと終わっちゃえばいいのに。そうね、でも4人中3人が脱落したなら話が早いわ。それってどういうこと。母さんが言ってた規制を思い出してごらんなさい。え、24時間経つか、もしくは4人全員が一度でも罰を受けた時点で終了。あ、気づいたようね。つまりあとはあいつさえ脱落すれば、今すぐこの煩わしい遊びを終わらせられるのよ。なるほど。僕も協力するよ。お兄ちゃん、いいの？仲間だったんじゃ。愛する者の名前も呼べないなんて辛すぎるからね。だからこそ覚悟してもらうよ兄さん。一刀両断。ビターは絶対に罰を受ける気はないようね。思ってた流れとは違うけど、これはこれで面白いからありだわ。こうして絶対にカタカナを言わせたいホコと、絶対にカタカナを言いたくないタテによるホコタテ対決が始まったのです。でも横文字なんてそもそもお兄ちゃん喋れるのかな。無理難題。何が無理難題よ。あんたは頭の回転が早すぎるから四字熟語を中心に会話してるだけ。言おうと思えばいつでも言えることくらい分かってるのよ。私はあんたの名を呼んで罰を受けたの。だからあんたも私の名を呼びなさい。今すぐに。おお、我が姉ながら理不尽の極みだね。これに対するお兄ちゃんの反応は？当然無理。やっぱり説得には応じないよね。あんたね。まあまあ、それじゃあしりとり対決なんてどうだい。一度でも兄さんが勝てば、その時点で僕たちもこんなことは諦める。約束するよ。なるほど、私たちで協力してお兄ちゃんに横文字を言わせる作戦だね。そうだけど、普通は相手を前に言わないものよ。あにゃ、お兄ちゃんお願い、しりとりしよう。ああ、しぶしぶ了承。
こうしてホコタテ対決に決着をつけるためしりとりを始めた4人。しかしガーナだけは少しばかりそのスピードについていくことができなかったのです。浅草猿類義語ご挨拶。月並み派ある類お兄ちゃんとお姉ちゃんが協力してる攻めをしてるけど、私はもうてんてこまいだにゃ。次はお前の番だよ。いいで始まる言葉だ。イルカ。バカ、それはやれやれ、アンポンタンだね。ガーナ、そしてカカオもアウトよ。なんだって、なぜ僕まで。カカオはアンポンタン、ガーナはイルカが禁止用語に触れてるわ。さ、それぞれボタンを押しなさい。こうしてビターにカタカナを言わせるはずが、むしろ自分たちが罰を受けることになったカカオとガーナ。その結果、ガーナはデスソースドリンクを一気飲み、カカオは腹筋1万回をする羽目になったのでした。か、辛い。明日は絶対に筋肉痛だよ。超かわいそう。そう思うならさっさとあんたも罰を受けて解放してやりなさい。それが長男の役目でしょう。しぶしぶ了承。え、いいのかい兄さん。はあ、カタカナ見直したわ。よく言ってくれたわね。今さらだけど強要した分、私も一緒に罰を受けてあげる。うん。母さん、なぜ罰を受けさせないの。なぜって、ビターは横文字を言ってないわよ。なんですって。どういうことよ。あんた、もう一度言ってみなさい。カタカナ。テロップが漢字表記じゃないの。こんなの卑怯よ。あ、テロップはカタカナだから罰ゲームよ、ショコラ。残念だったわね。ビーター待ちなさい。逃走勝利。そしてご苦労様、これで無事カタカナ禁止ゲームは終了よ。はあ、はあ、やっと終わった。結局何回も罰ゲームを受けちゃったにゃ。言っとくけど全部あんたのせいだからね、ビーター。雑骨。なんですって。ちょっと二人とも、もうあったんだから喧嘩しないでよ。やれやれ、面白い特訓だと思ったけどなかなか難しそうね。次はもうなしに。いいえ、もう一度やりましょう母さん。ただし次はカタカナの代わりに他国語だけの会話にしましょう。なんですって。私たちは世界各地で仕事をこなさないといけない。それなら他国語だけの会話も特訓しておいて損はないでしょう。確かにそうね。よし、じゃあ次はドイツ語のみで会話しましょうか。びっくり仰天。ふん、ざまあ見ろね。何呼びた。ゴニョゴニョゴニョ。あんた、やっぱり横文字も普通に言えるんじゃないの。待ちなさいビター。逃走必須。ねえお兄ちゃん、あの二人って仲が悪いようですごく仲いいよね。僕も同感だよガーナ。それにしてもチョコが食べたいな。ああ、家でする修行ってすぐに飽きちゃうんだよね。マジ同意。実践練習も相手は私たちだけだしね。お互いの癖も分かってきてやりがいがないよ。彼らは殺し屋一家、アルカラム一族の子供たちである。カカオ、ショコラ、ビター、ガーナ、どうやら普段の修行で刺激が足りなくて不満があるようです。そろそろ飽きる頃だと思ってたわ。あ、母さん、もしかして新しい修行でも持ってきてくれたの。ええ、夜からは課外修行でも行こうと思ってね。やだ、外での修行は楽しみだにゃ。期待増大。これまでの修行の中でもかなり難しいものだと思うから覚悟しなさい。こうしてお母さんのシュガーが新しく持ってきた修行をするため、子供たちはある場所へと行くことに。今回の修行場所はここよ。
前回は黒い結界が張られた森だったけど、今回は茶色なんだね。この場所にも呪いがあるっていうのかい？ええ、これまでカタカナ禁止や英語禁止の修行をしてきたでしょ。今回は会話禁止の修行よ。え？会話禁止？何をそんなに驚いてるのよ。ただ喋らなかったらいいだけでしょ。その通り。半径1キロのこの結界が張られた森の中で一切会話をせずに朝が来るまで過ごしてちょうだい。案外簡単。殺し屋は会話をせずとも連携が取れないとダメだからね。今回は4人で協力して、全員が揃って朝まで生き残っていたら OK とするわ。生き残っていたらってどういうこと？会話をしたら私たち死ぬの？どうせこの森の中に何かそういった感じの呪いがあるんだろう。それはお楽しみよ。朝まで4人が元気に揃っていたらご褒美をあげる。それじゃあ行ってきなさい。こうしてカカオたちは怪しげな森の中で会話禁止の修行をすることになったのでした。今回も普通の森って感じだね。会話禁止か、まあ余裕でしょ。超絶簡単。おしゃべりしたいな。それぞれ思うことはありますが、森の中に入ってからはずっと無言だった4人ですが、ここでシュガーからメールである指令が届きます。協力してカレーを作りなさい。それが今日の晩御飯か。会話なしで協力して何か一つのことを成し遂げる修行ってことね。空腹限界。どうやらこの修行はただ無言でいたらいいだけでなく、いろいろと挑戦をする必要があるようです。指定された場所に調理器具とカレー粉、そして米が入った袋を見つけたよ。火や水、野菜や肉は自分で調達しろってことね。原始人みたいだにゃ。自炊最高。私は火起こし担当、ガーナは野菜と水を担当、ビターとカカオは二人で適当な動物の肉を買ってきなさい。ラジャー。こうして子供たちはショコラの無言の指示で役割分担をし、カレーを作ることになりました。兄さん、イノシシがいたよ。超絶美味。そうだね。それにしてもあのイノシシは何か違和感があるの。早速調達。あ、兄さん。案外静寂。あのイノシシはどうしてあんなに静かなんだろうか。先手必勝。必要な部位の肉だけ切り取っていこう。合点承知。イノシシを一匹持って帰るのは重いため、必要な量だけ切り取って持って帰ることにしたカカオとビター。さあ今日はイノシシカレーだ。マジ期待。カレーが楽しみで上機嫌だった二人は、背後でイノシシが森に飲み込まれていることに気づいていなかったのでした。できたにゃー。僕は本当はチョコを入れたいんだけどね。カカオが余計なことを考えてそうだわ。早急食事。わかったよ兄さん、早く食べよう。そんな中、お互いの協力もあって今のところ無言でカレーを作ることができた4人。たまにはチョコ以外も悪くないかもね。イノシシ肉おいしい。子供だけで食事も久々だわ。ビミビミ。食事もずっと無言で楽しんでいましたが、ここでカカオはまたあることに気づきました。この森、いくらなんでも静かすぎないかい？言われてみれば確かに。静寂恐怖。お兄ちゃんたちなんて言ってんだろう。私にはわからないにゃ。普通はもっと鳥の鳴き声とか聞こえるはずだよ。カカオはイノシシを飼った時からこの森があまりにも静かなことが気がかりだったのです。やっぱりこの森は何かおかしい。調べる必要はあるかもね。マジ同意。何話してるんだろうな。あ、小鳥だ。よしよし。そして一人だけ話についていけないガーナが近くにいた小鳥を触った時でした。ちんちゃん。どうなってるの。何が起こってるんだ。森に吸い込まれた。なんと突然森が生きているように動き出し、その小鳥は奥へと吸い込まれていったのです。これはもしかして。もしかするわね。事情発生。ん？ビタお兄ちゃんはどうして私を指さしてるの？そうか、
ガーナもさっき声に出して喋った。やー、くそ、何なんだ。この森では言葉を発すると森に飲み込まれるんだわ。仕組み理解。お母さんのシュガーが会話禁止の修行でこの森を選んだ理由、それはこの森には静寂を守るための呪いがかかっていたからでした。ガーナ、クソ、緊急事態。そして小鳥と同じく声を出してしまったガーナはそのまま森に飲み込まれてしまったのでした。この森では声を出すのが NG ということか。次女イズコ死んでないはずよ。殺すならこの場で森が殺していたはず。この修行は朝に4人が揃っていたらいいんだよね。救出作戦。そうね、朝が来るまでにガーナを助けに行きましょう。でもガーナはどこに行ったんだろうね。この修行を4人でクリアするためガーナを救出しようと考えたカカオたち。そしてガーナの居場所がどこなのかわからずに困っていた時でした。これはさっき森に飲み込まれたのと同じ種類の小鳥？この子はさっきの小鳥の友達か何かなんじゃない？友情出演。何かを訴えたいような表情をした小鳥がカカオたちの前に現れたのです。歩いて行ったよ。きっとガーナの居場所を知ってるんだわ。小鳥追跡。そしてカカオたちはその小鳥の進む方へとついて行ったのでした。かなり森の奥に来たね。漆黒森林。危険な匂いがするわ。あれ、この小鳥が震えてる。何を見ているんだ？って、あれは、嘘でしょ。奇想天外。その小鳥が見ている方を見たカカオたちは驚きました。なんと森の木々たちがカカオたちをいつでも攻撃できるように動いていたのです。あれはガーナ。小鳥も捕まってるわね。声が出せないのかしら。静寂必須。よし、助けに行こう。声を出したらすぐにでも襲われる。そう確信したカカオたちはガーナが捕まっている檻まで無言で向かうことに。無言だったら森は攻撃してこないけど、不気味だね。油断大敵。たく、変なところで修行させられてムカつくわ。あ、姉さん。あ、ですが今度はショコラが森の中に作られた落とし穴に落ち悲鳴を上げてしまいました。ちょっと話しなさいよ、クソ。姉さんが檻に運ばれていく。超絶あぜん。そしてショコラも声を出したことでそのまま森に捕まって檻に入れられたのです。どうやら檻の近くには僕たちが声を出してしまう仕掛けがあるみたいだ。油断大敵。朝までに二人を助けないとだね。兄さん、行くよ。合点承知。朝までに四人が揃っていないと修行は失敗。そのためカカオとビターは何とかしてガーナとショコラを助けたいと思っていました。あの小鳥、飛んであそこまで飛んでいったのか。泣いたら襲われるよ。う、兄さん。抵抗無理。ですが今度は小鳥をかばって木々に攻撃されたビターがうめき声を上げて捕まってしまったのです。みんな安心していいよ。この僕が全員そこから出してやる。一人になったカカオでしたが、なんとか無言のまま木々をかき分けて檻の前まで行くことに。ここまで来たらもう大丈夫だ。姉さん落ち着いてよ。この檻の開け方を考えているところなんだ。兄さんまで落ち着きがないな。僕は一言も話す気がないから大丈夫だよ。ん？後ろ？って、え？なんだいこれは。卑怯だろ。カカオは木々が背後に忍び寄っていることに気づかず、そのままくすぐられて笑い声を上げてしまいました。あ！そしてそのままカカオも檻の中に投げ入れられてしまったのです。そして檻に入れられて言葉を出したくても出せなくなったカカオたち。あれ、声が出るようになった。朝が来たからかしら。
それよりも早くここから出たいよ。不安、予感。うわぁ、ちんちん。そして朝が来たと思ったら、カカオたちは木々に檻の中から投げ飛ばされたのでした。うぅ、ここは目覚めたよね、母さん。あれ、私たちって確か動く木たちに捕まって投げ飛ばされて、そして森の外に出てきたのよ。お疲れ様。目覚めたカカオたちは森の外にいて、シュガーが4人を迎えに来ていました。あなたたちは朝になるまでに全員言葉を発して捕まった。だからご褒美なしよ。くそ、修行は失敗か。あの森は一体何だったの？喋っただけで森に襲われたよ。この森は静寂の森といって、少しでも言葉を話したら森に襲われるの。そして朝が来るまで檻に入れられて、言葉も発せなくなるのよ。会話禁止の修行にぴったりの場所ね。いろいろと大変だったわ。マジ勘弁。どんな状況下でも声を出さない殺し屋になるための修行よ。全員声を出しすぎ。確かにくすぐられても我慢できる忍耐力は必要だね。私も落とし穴に落ちただけで声を出してしまったわ。ビターは木々に攻撃されてうめき声を出したわね。自己嫌悪。私も小鳥が森に飲み込まれた時に驚いて声を出したにゃ。こうして軽率に声を出してしまったことを反省し始めた子供たち。あなたたちはまだまだ忍耐力が足りないわ。だから今から鍛えてあげる。それは何ですって。ひどいにゃ。大人げなし。そしてシュガーは子供たちの忍耐力を鍛えるためあるものを取り出したのでした。ふふ、依頼完了。彼女は有名な殺し屋一家、アルカラム一族の長女、ショコラ・アルカラム。この日は子供ながらにプロの殺し屋として無事依頼を成功させたところのようです。私の場合、遠隔攻撃の方が合ってるかもしれないわね。ん？何かある？この時ショコラが見つけたものは、正体不明のミイラのような物体。おそらく先ほどの爆弾による衝撃で掘り起こされたようでした。よくわからないものには触らない方がいいわね。一応写真だけ撮って。ショコラが写真を撮った瞬間、脳内にとある言葉が響いたのでした。汝に腐食の呪縛を与えた。止まることは許さない。何今の？疲れてるのかしら。早く帰ろう。ただいま。姉さんおかえり。で、泥でもかぶったのかい？本当だ。それに臭い。臭いとは何よ。ちょっと鏡見てくるわ。鏡で茶色い汚れを取り除こうとしたショコラ。触った瞬間、おかしなことに気づきます。これは汚れじゃない。腐ってる。お姉ちゃん取れた？って、血も出てるじゃない。早く消毒しなきゃ。さっきの声。もしかして、これはまずいことになったわ。お姉ちゃん、止まってよ。消毒できにゃいい。ガーナ、消毒は後。ランニングマシーンをリビングに設置してちょうだい。早く。え？わかったにゃ。どうしたんだい？そんな大声を出して。どうやら止まると体が腐食される呪いをかけられてしまったわ。腐食呪縛。兄さんも混乱してるじゃないか。とにかくランニングマシーンだね。ありがとう。ひとまず助かったわ。それにしても止まると腐るだなんて、なんでまたそんな呪いにかかったのさ。きっと爆破でミイラを掘り起こしてしまったからだわ。この写真を見て。うわ、本当にミイラだ。水分不足。水をかければ戻るわけじゃないからね、兄さん。疲れていたからまあいいかと、そのまま帰ってきてしまったんだけど、それが良くなかったのね。写真を撮った時、頭に声が響いたのよ。汝に腐食の呪縛を与えた。止まることは許されないって。
わあ、ミイラの声を聞いたのね。すっごい。でもこのまま動き続けるのは無理ね。情報収集。兄さんの言う通りだね。まずは情報を集めないと。僕たちも何か手伝うよ。そうね。じゃあ私が途中で止まらないか交代で見張ってくれないかしら。それだけでいいのかい？他にもあればその時お願いするわ。はーい。常時行使。ほどほどでいいわ。ショコラ、待ちなさい。止まってはいけないだけで、走らなきゃいけないルールはないからね。ランニングマシンを使うならスピード落としなさい。それは気になってた。そういうことは早く言ってよ。そうするわ。それからショコラは兄弟が見守る中、例のミイラについて調べてみました。なるほどね。あのミイラは曰くつき、近寄った者は腐食の呪いにかかり亡くなっていったのね。それを気味悪がった村人が地下に埋めたと。とんでもないミイラを掘り起こしてしまったわ。まずはミイラの元へ戻って調べましょう。僕保護者。あら、ついてきてくれるの？ありがとう。確かに適任ね。あ、そうだ。カカオ、そこの瓶を取ってちょうだい。持っていくわ。これかい？ええ。あ、ありがとう。それじゃあ行ってくるわ。行ってらっしゃい。ビターのサポートも受けながら、なんとか止まることなく移動を続けました。ここからは透明化してついてきて、腐食の呪いをかけられたら大変よ。合点承知。ここがミイラの埋められていた穴ね。とにかくミイラを元の位置に戻しましょう。穴の中は思ったより深く、部屋のようになっていました。ちょっとした広い空間ね。それより、これで呪いは解けるかしら。どうやらダメみたいね。ん？壁に何か書いてあるわ。我の生前の願いを叶えよ。そう書かれた文字の下には3つのイラストが書かれています。我の生前の願いを叶えよ。その時呪いも解ける。これを言葉通り受け取ると、あなたの願いを叶えてほしいのね。一つ目は何かしら。これだけでは情報が足りない。このミイラの情報は極端に少ない。そこでその場で調べ始めるショコラ。なんとその地域のショコにハッキングしてミイラの情報を探します。こんなところにもショコがあったなんて盲点だったわ。管理者がいなくなったから存在すらも忘れられていたなんて。あったわ。腐食の呪いがかけられたミイラ。生前貧乏だったため、同じ村に住む村人から大衆が原因でいじめに遭っていた。誰も止めることなく暴力を受ける日々、怪我をして包帯でぐるぐる巻きになっていたことから、付けられたあだ名は、腐食ミイラ。許さない。許してはいけない。そんな過去があったのね。つまり、人々の顔にペケ印があるのは、その村人に復讐をしたいということね。でもそれは無理なお願いね。許さない。だってあなたの呪いでみんな亡くなってるもの。自分で復讐達成しているのよ。俺か。そうよ。続きを読むわね。その男はある日、村人からの暴力が原因で頭を強打し亡くなった。だが誰も弔わず、男の遺体はその場で腐っていった。それがこの村の呪いの始まりだった。ある日、一部の村人たちに腐食症状が現れた。前の晩に食べたもの、行動などヒアリングをしたが、直近で目立った共通点はなかった。ところがとある村人が、腐食ミイラが命を落とした現場にいたメンバーではないかと推測。それに気づくと、すぐに村人は男の遺体を火葬した。それでも腐食化は進行し、彼らの命が助かることはなかった。これが腐食ミイラの呪いと呼ばれ出した。幸い生き残った人々によって、また一族は繁栄を目指したが、彼のお墓に近寄ると、必ず腐食化の呪いに侵された。ついには医者も逃げ出し、数名の村人が犠牲になることで、彼の遺体を運び出した。
もう出てこないよう棺と少し広めの空間を用意して。だが腐食家の呪いは村中に広まりだした。一族は途絶えるだろう。おそらく一族の誰かが残した日記を、あとはあなたの記憶と照らし合わせてみて。そうか、やったのか。イラストが消えた。じゃあ一つ目は解決ね。二つ目はお風呂。この話を知る限り貧乏でお風呂に入れなかったのね。ちょっと待ってなさい。まずはこの前の爆発であなたのお墓を掘り起こしてしまったのは謝るわ。まだ許すわけにはいかない。こんな謝罪一つで許されようとは思ってないわ。でも悪いことばかりじゃないの。温泉の出所も見つかったのよね。なんと温泉の出所も発見していたというショコラ。そう告げるとパソコンを使ってドローンや AI を操作、温泉がミイラの元へ届くように水源としてつなげたのです。これでどうかしら。天才だ。いや、許してはいけない。二つ目もクリアっと。最後は恋煩い。あんな仕打ちを受けても好きな人がいた、もしくは恋をしてみたかったというところね。私には理解しがたい感情だわ。ところが突然ミイラからのリアクションがなくなりました。他に手がかりは、ん？この壁少し色が違うわね。一箇所だけ色の違う壁を発見したショコラ。これはガーナ。壁を外すともう一つのイラストが出現。女の子の顔ですが、どう見てもガーナそっくり。一つ違うところを挙げるなら、爆弾ではなく包帯を手にしていました。そのリアクションを見たのか、ミイラからの反応が。知っているのか。知っているというか、知り合いに見た目がそっくりというか、そもそもあなたが生きていた時代に生まれているわけがないのよ。生まれ変わりだ。合わせろ。連れてくるのは難しいけど、ま、通話ならこの手しかないと、ショコラはガーナとテレビ通話をつなげます。もしもし。あ、お姉ちゃん大丈夫？今謎を解読中。それよりこのミイラと少しお話ししてくれないかしら。好きだ。いや、ずっとずっと好きだった。伝えたかった。いつも包帯ありがとう。嬉しかった。ほら、あんたも。ありがとう。伝えられてよかった。満足だ。この書物には書かれていないけど、ちゃんと味方してくれる子もいたようね。包帯を持っていたと察するに、途中で逃げたというお医者さんの娘かしら。逃げたんじゃなくて村人に呆れて見捨てたのかもね。お姉ちゃん、もういいわ。ありがとう。さ、これで全ての願いは叶えたわ。呪いも解けたでしょう。三つの願いを叶えたショコラ。これでやっと呪いから解放されたと思ったのですが、嘘でしょ。これでダメなの？それにそろそろ眠気も限界。三日間寝ていないんだもの。絶体絶命。聞こえてるわよ。欲望過多。なるほどね。まだ叶えてほしいことがあるようね、ミイラさん。現状不満。冴えてるわね。現状に不満があるのね。確かに爆破でボロボロになっちゃったし、もともと人里離れたところに埋められていたんだものね。わかったわ。私がこの場所を最高の物件にしてあげる。応援生活。そうだ、家から持ってきた錠剤があったわ。何よ、ただのビタミン剤よ。そこからミイラからの要求に 120% で答えていくショコラ。壁に書かれた文字を見つけては、清い空間を。これってこの部屋の掃除をしろってことかしら。まあ蜘蛛の巣だったり落ち葉だったりと結構散らかってるからね。でもだんだんとズーズーしくなってきたじゃないの。ほら、
綺麗になったでしょ。それと骨認証機能をつけたから、今度からその空間には虫一匹勝手に侵入することは不可能よ。私がここを離れるとき、すべてのシステムを作動させるわ。あなたが入れたいと思った相手だけ呼べばいい。あと、匂いなんて気にならないけど、一応換気機能もつけておいたわ。このようにお部屋の掃除を頼まれれば、彼女が使える技術をすべて駆使してどんどん快適な部屋に作り上げられ、ミイラからの要望は徐々に増え続け、そんな生活がなんと一週間も続きました。付き添いできたビターは仮眠を取ることができましたが、ショコラは大丈夫でしょうか。あの村の書物データはすべてこの空間に移動させた。これで誰かがあの書物を見つけて、あなたの棺があるこの周辺を掘り起こそうとする危険はゼロになる。少しなら自分の意思で動けるみたいだから、ドローンたちもいくつかあげる。快適すぎる。だからあとは、意外にもピンピンしていたように見えたショコラですが、話している途中で突然倒れてしまいます。慌てて透明化を解除したビターが支えますが、止まったせいでショコラの腐食化が進行してしまいます。誰だお前。家族、仲間。騙そうとしていたのか。真っ向否定。彼女チーユ、呪縛解除。どうせお前らも俺を許さない。どうやらミイラの逆鱗に触れてしまった二人、ビターにも腐食化の呪いがかけられ、一気に体を蝕んでいきます。腐食神妙。ちょっと待つにゃー。なぜここに。君、ガーナとそっくりの子が好きだったんだろ。せっかくだしサプライズで会いに来たわけだが、逆サプライズをいただいちゃったよ。うん。どうして。お兄ちゃん、お姉ちゃん。揺さぶるんじゃないよガーナ。万が一腐った部分が脆くなって首でも取れたらどうするつもりだい。ふみーなさん、どうして。お姉ちゃんはミイラさんのために頑張ったのに。おいミイラ、何をしてもらったのか思い出すんだ。それにガーナの好きな子のお願いも聞いてやれないのかい。まったく、好きな相手の家族も大切にできないなんて最低だよ。家族。ここにいる4人は家族だ。さっきも言ったでしょ、ここにいるのは私のお兄ちゃんとお姉ちゃんなの。それはすまないことをした、呪い男。眩しい。なんとか間に合ったみたいね。肥料寸前。兄さん、それは笑えないよ。危うく二人とも土の養分になるところだったんだから。それはありがとう、助かったわ。一週間近くも連絡がにゃいから心配したんだからね。それで来てみたら二人が腐りかけていたのさ。そういえば腐食化が止まっただけじゃなくて、腐っていた部分も治癒してる。案外優しいんじゃない、ミイラさん。すまなかった、詫びとお礼だ。いいのよ、元はといえば私が爆破で掘り起こしちゃったんだし。それじゃ私たちは自分たちの家に帰りましょう。待ってね、バイニャー。休暇ちょうだい。それは姉さんの方が先だね。心配していたけど、ちゃんと子供たちは成長していたようね。